もし AKB じゃなかったら何してたと思いますか今。まあ、でも働いてはいると思うんだけど絶対に、うんうん、将来の夢って何やったの昔の。昔のは、うん、そのさ夜のお姉さんにすごく憧れてたのね私。昔から昔からあのさ昔さドラマでさお水の花道ってやったの覚えてる。すっごい好きで、うん、大好き で、うん、で女同士のバトルとかもすごい面白いなと思ってたし、うん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 、なんかあれもすごい自分でさ稼ぐというかさ自分で働いて、うんうんうん、何自分に帰ってくるみたいな、うん、そういうなんか自分次第、そう自分次第で何とでもなるみたいなのがすごくかっこいいなと思ってたし、うん、で綺麗だし、うん、素晴らしいなと思ってて、うん、で&歌も好きだったから、うん、歌手になるか、うん、夜のお水のお姉さんになる、夜の長女、夜のアゲハチョになるのかどちらかだなと思って、うん、どちらかで羽ばたいていこうと思ってた。それ何歳くらいの頃にさその夢はあったん。それはね、まあ、中1ぐらいかな。中1で小6で、小6でそのそういうのに興味あって中1で思ってたかな、うん、すごいね。絶対どっちかでなんか私はもう成功するとったみたいな感じで成功させてみるわみたいな。すごい内田さんがやっぱ変わってますよ。変わってるよね。小学校の絶対どっちかなって思ってた。もうどっちかしか私には与えられてないと思ってた。なこの人生小学校の卒業のさ将来の夢の欄にやっぱ夜の蝶々って書く人いないですもんね。いないよね。なんかその頃にその職業を知ってることがすごい。そう、ね、うん、そう。でも歌手になりたいって書いてた。あー歌手の方が大きかったね。うん、それ叶えたからすごいね。あとはもう一つの夢を叶えるのみですけど。後々ね。なんかさ、でもさ、わかんないじゃん。私がさ、もっとさ、うん、何もっと歳をさ、重ねてさ、うん、何ママ的な感じになってさ、はいはいはい、スナックとかやるかもしれないし。そうそう。そっちでやるかもしれないし、わからないから。ママいいよ、ママ。うん。ねすごい売れる、それ。うん。いろんな夢があって、楽しそう。わかる。いいよね、すごい。内田さんってやっぱ憧れるわ、あ、私も憧れるの。内田さんのことを大好きなの。で、憧れてるメンバー多いと思うよ。そう。ほんとに、かっこいいの。かっこいい。かっこいい。そう、多分、うちら同年代が憧れてる。あーねー、若い子はあれだけど、みたいな。すごいね。じゃあ、すごい、いいよ。いや、ちょっとディスってるみたいな感じになっちゃうけど、うん、バカにしてるわけじゃないけど、うん、やっぱさ、自分の夢とかこうしたいとかって、こう言ったらなんて思われるだろうとか、ちょっと恥ずかしいとかさ、あるじゃん、ね。なのにさ、内田さんはさ、突然夜にさ、高層ビル指さして、私あのマンションに住むとかさ、なんかさ、すごいね。思ったこと全部口に出す。すごい、なんか。私なんか叶えられそうなの全部かっこいい、ね、なんかわかるわみたいな。やっぱさ、うん、あのマンションで住みたいなって思ってもさ、うん、人からさ、いやお前には無理だよって思われたらどうしようとか思って言えないのもさ、うん、内田さんはさもうでも言うことを叶えるじゃん。そうじゃんけん1位もそうだけどさ、うん、だから言うことってやっぱ大変な 大切なんだよね。なんかあるよねそういう言葉。あるある、なんか言霊そうそうそう、言霊さん、言霊はあるよ。言霊さんどうですか。言霊さんです言霊さんいいですか。私も一個うっちの話少しだけして、やっぱりそうっちはじゃんけんにしろ、うん、その岩で脚光を浴びた、うんうん、コントのでね、岩で脚光を浴びた時にしろ、どっちも自分でチャンスを使う。確かに、ね、人に与えられたチャンスじゃないのよ。そうね。でそれをちゃんと生かしてるところがめちゃくちゃすごいなと思って、うん、多分あの微妙のコント番組から派生したキャラでまだ残ってるのって岩くらいなのよ、うん、そうだね。本間やんも最近聞かないやん、聞かなくなっちゃった。そうでそれをなんか店の名前までして、すごい本当にすごい。だからそういうところはやっぱね、みんなそこに注目してほしい、うん、なって思っている。ありがたい、嬉しいです。うちの魅力ですね。そうですね、はい、はい、やっぱりね、はい、私はね、スーパースターになりたいのなと思ってるんですよ。なんとスーパースターになれそうですね。うん、はい、はい。そして、ここで一曲お送りしましょう。私、内田真由美が選びました。もう今のトークにぴったりのこの曲です。うん、バックナンバーで、スーパー